はい、始まりました。エレクトリックスクーターパジャマのパーティーでございます。はい、第6回です。ついに。今日は何の回ですか？何の回ですか？バウンス掘り下げ回です。バウンスの掘り下げ会ということで、ドラムのカノンです。ベスのボーカルのアスカです。ベスのマナミです。はい、ここからでは掘り再開スタートしていきたいと思います。バウンスはどういう経緯っていうか、どういう時に生まれた曲でしょう？どういう時に思いついた？どういう時に思いついた？あいつバンドできてどんくらいだっけ？半年ぐらいじゃん。半年。曲をいつも通り作ろうと思って、うん。お姉ちゃんとその時遊んでて、心斎橋で。で、その曲の話をしてて、何の曲作ればいいか分からへんって言ってて、ほんなら一緒に曲作ろうかって言ってくれて、作りたい曲ないんって言われて、ないなって言ってて。ないなって言ってて、まあ、とりあえずご飯食べながら話すか、みたいになって、なんか近くにびっくりドンキやったから、びっくりドンキに行って喋ってて、なんかでも曲も作りたてやったし、別に曲こういう曲書きたいとかも言うのなかったから、むずいよなーっていう話してたら、お姉ちゃんがほんなら今ビコドンおるし、ハンバーグの曲書けやって言われて、あ、そうなんや。そう。それで、ビコドン行ったけど、ハンバーグ食わんと、なんかさ、いちごのさ、ジュースみたいなのあるあ、やん。大好き大好き、いちご。あれ飲みながら、隣でハンバーグ食ってる人を観察して書いた曲。自分じゃないんや、自分え、のハそうンバーグ。だから、隣のハンバーグの人を見てできた曲やね。それはちょっと知らんかった。知ってた？ビクドンで生まれた曲なんは知ってた。あ、そうなんや。そう。ほんで、まなみがハンバーグ好きとか言ってたから、ほなハンバーグでいっかっていう話になって。あ、そうなんや。そこがない。そう。ハンバーグ好きやねんな、まなみ。おいしいな。ハンバーグのうまさがちょっと分かれへんねんけど、アスカには。嘘やん。思った見方。味方？何がおいしい？何のひねりもなくて美味しえ？い。え？肉焼きましたみたいな味で美味しい。なんかよくわからんそれ。もう分かれへんわ。せいじゃハンバーグのプレゼンにはなれへん。ハンバーグ好きやのに。どう？アシカがまなみんのためにハンバーグの曲書いてくれてさ、楽しい？やってて。楽しい。あの曲聴いてて楽しい。これは音源はギターソロとかないけど、ライブではえ、アスカそうのギそうなターんソロが追加されてそうなんそうなんバウンスも曲ができてからすぐレコーディングしてるから、そのできてすぐの状態でほぼリリースされたみたいな感じなんですよね。だからそのライブで、最近あんまりやってないけど、ライブ見に来てくれた人とかは音源と全然ちゃうねみたいな感じで言ってくれるよな。あんま言うことじゃないかもしれんけど、音源の時はさ、歌い出してすぐとかバリ歌下手くそやんな。え、なんかでもさ、それもさ、良さじゃない。その今までにうまいけど、そのちょっと若さみたいな、そうみたいな言ってたことない前、なんかその若さが残ってるよなみたいな。なんかその、何も考えずにパワフルに歌えてるから、そこは、今の自分が羨ましく思うところやな。なんかその今と違った良さがまたあるってどう思う？歌詞とかはどういう意味があるんですか？歌詞とかは、ほんま中身ないけど、全部ハンバーグ見てる情景をただただ うまい言葉に書いて書いてるだけやねんな。もうそうなんや。なんかその、そんなに知り合いとかに歌詞を見ながらもう一回聴いてもらったら、みんな爆笑する曲。確かに、なんいかちや、ほんゃんまとに解ハン説バーしグたらな。
ほんまにハンバーグやんってなる。うんうんうん。よくしりもしないで落ちてこのどの奥っていうのは、なんかハンバーグに使ってる肉が何どこの部位とか知らんと、うん、よくしりもせんのに、うまいって言えるうまさみたいなの。そういう素晴らしさを書いてるよね。バウンスバウンスっていうのは何かバウンスバウンスな？油が跳ねる。バリリアル。あ、バウンスバウンス。歌詞覚えてないねんけど、やば。そうやろ。いや、歌ってる時はスッて出てくんねんけどな、こうやってな、言葉にして言ったら全然覚えてない。あ、で、2番の歌詞が良くて。良くて。なんか、ハンバーグの話からご飯の話になんやか。え、そうなんや。いや、ハンバーグと一緒に食べるご飯の素晴らしさについて 2A を語ってる。知らんかった。奥が深い、なんか粒がいっぱい集まった、これがライスって言ってる。そういうことな。ライスって言ってるわ。それが、ハンバーグと一緒に食べることで、タレとかで、僕のナイスに変わってくって書いてる。そういうことな。米のうまさとハンバーグのうまさ、素晴らしさについて書いてる曲やわ。食の素晴らしさについて。え、そうそうそう。また消えた。やば。勉強変えたん？変えてない。それもだいぶ序盤でやん。あ、怖いわ、それ。あ、ついた。え、違う、これ違う電気つけ。あの？みーちゃん、ちょうど、スポットライト。暗で、はい、最後の、あーバンスバンス、他の誰にももう譲らないとって言って、なんか、うん。よくさ、人の飯勝手に食うやつとかおるやん。誰？このやつを。だから、ずっと譲らんからな、って言って。誰が食べるの？犬ちゃん。え、そう、犬とかもアスカのご飯よく食うから。やばいよ。死ぬやん。普通に食われるから、譲らへんぞって言ってる。犬の名前何やったっけ？元気。飼った時に元気がなかったから、元気って名前にしてる。お父さんが。飼った時に一番元気あるはずやろ。一番元気なかったから、うん、アスカをお見送りしてくれるうちの犬です。あ、消えた。待った。元気もおじいちゃんやねんな。おじいちゃんやで、マジで。ミニチュアダックスフンバー。あ、そやな、ダックスやな。バリでかいミニチュア。ミニチュアちゃうやん、もう。ミニチュアじゃないよ、全然。ダックス。おじさんダックスです。まあ、歌詞はそんな感じですね。歌詞はそんな感じ。あのジャケットはどういう意味があるんですか？あの真ん中にハンバーグでなんかブロッコリーとか。ハンバーグだけ書いてもちょっと可愛くないから、うん、チーズインハンバーグみたいな風にして、ハンバーグの中からそういう意味、うん、で目玉焼きも、うん、そのまま目玉焼き書いても可愛くないから、うん、黄身の部分を満月にして、うん、月好きやな。ヒスキーで、はい、あの周りの牛の毛は普通に、うん、あのハンバーグは牛肉だから牛の柄入れたら可愛いかなって。あ、そうね、牛年やからやと思ってた。牛年？出した年が牛年やからさ。あ、そうね、そうね、全然知らん。全然知らん。全然知らん、そうね、知らん。そうね。今年何年とか関係ないもん。今トラ。今トラ？誰でトラ同士？おらへん。何同士？馬。和田は？同じやん。羊やろ。え、一緒なの？マナミとアスカ羊やろ。あ、そうなんや。羊のショーン。羊のショーン。めっちゃ見てた、私。大好きやった。アスカも見てた。まだ見てない。見てなかったん？見てなかった。まだ見てたん？ジョージ。あ、でもジョージ見てた。
私も。あれっすか、羊のショー普通に、今でも、羊じゃない、あの、お猿の十字普通にネットフリで見てんで。あんねや。んで、はい。はい。ジャケットにこだわりがあるんですよね、毎回。はい。はい。なんかその、グッズのデザインとかもしてくれてるんですけど、うん、アスカが。うんうん、デザインは、人に任せず自分でやってる理由は、なんかある？なかったらなかったで。MV って曲一曲分見ないと、見て作品になるやん。うん。だし、自分が絵描くの好きっていうのもあるし、うん。その音源は目に見えへんものやけど、うん、ラケットと一緒になった瞬間目に見えるものになるから、うん、そこまでは自分一人でアートで固めたいみたいなところはある、うん、自分の作品っていうので固めたいから、うん、それは人にやってもらわず自分でやりたいなって思ってる、うん、芸術家のコメントでした。盆栽でございます。飛び盛り、飛び盛りちゃん、飛び盛りの名前盆栽いけんねん。生えた次の日ぐらいに知ったもん。天才じゃなくて盆栽なんで。これ誰れてでも言わない、あの、アスカのポケモリの顔、キャラの顔でさ、盆栽ですって言ってんの。絶対ちゃうけどな、あの顔。ポケモリのキャラクターも今、アスカ頭満月乗ってるから。あ、そうな、後で見とこう。うん、のけてね、この辺にポンって。ここに、うん、バウンスは、うん、その今まで出てる曲もそうやし、出てない曲、ライブでやってる曲とか、そのまだ秘めてる曲とかも含めてやけど、一番なんていうの、盛り上がるじゃないけどさ、うん、激しいアップテンポやし、そう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 、激しいなって感じやな。だってこれ最初先生に聞かしたとき、なんか怒ってんのって言われたもん。エネルギーだな。え、そうそう、なんかに対して怒ってる曲なんって言われたけど、いいえ、ハンバーグの曲です。でもそう、パワーが爆発してる曲やん。そうそうそう、パワフルよな、めっちゃ。うん、パワフル。パワフル、やけど、歌詞ちゃんと聞いたらハンバーグやなって。ハンバーグわかります、きっと。だからアスカがこの曲は、アスカ別にハンバーグ好きじゃないから、マナミの代弁をしてハンバーグの良さをめっちゃ真剣に伝えようとしてるっていう。代弁、そう、代弁して、代弁してもらってどう。マナミハンバーグ何インって聞かれた歌詞読むわ。うん、読んで読んで読んで、分かりやすい、うん、ちゃんと表情とかでも伝えなあかんで、全力で、まあ、まあ別にマナミが歌ってもいいやけど、全然バウンスに関しては確かに、うん、一番言われた、歌い出す、歌い出して歌い出そうです。で、聞いてください、みんな、マナミにハンバーグどこがいいのって。そしたら絶対歌ってくれるから。言ったからに歌えよ。わかった。皆さん、聞いていただいて。聞いていただいて。はい。ないか、ハンバーグについて。ハンバーグちゃん。ハンバーグってどこがいいんですか？どっからにしようかな、迷ってる。どっからにしようかな。ハンバーグってどこがいいんですか、教えてくださいよ。何が好きなんですか、ハンバーグの。うん、どこが好きですか。やばいな、これ歌うって言ったけどすごいな。対応能力が食べたらあかんっていうのは分かってる。
なんなん分かってるんやけど明日までに準備してきます。カン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 。それ何？これ何？これ殴りに来られる。なんかないか遺言は。遺言はないか。ああ、初めてベースらしいベースを考えて弾いた曲。うん。大変。そうなんや。あんの次やからだっけ。あ、確かにね。いい感じにできたなと思うので、音源でもライブでも聴いてくれたら嬉しいなと思います。思います。思います。沖田さんはバウンスについて何かございますか？バウンスは、コーラスが難しいので頑張ってますのでコーラスも聴いてください。ドラムじゃなくてコーラスか。いや、ドラムもむずいけど、コーラスが結構、どの曲よりもしんどい。しんどくはない。難しい。でも、いつもコーラス音源はカノンがやるんですけど、バウンスだけアスカがやってるんですよ。そう、音源はやな。そうね。そう、音源はやっとって、ライブでは歌う。そう、アスカ歌ってるからコーラスできひんから、音源ではアスカのコーラスが聞けますので、ぜひ。ぜひ。ぜひ。で、そのバウンスが聞けるかはちょっとわからないんですけど、直近のライブが10月4日のクラブビジョンになります。クラブビジョン20周年ということで、お祝いしに行きますのでね、バウンスはやるかわからないですけど、よかったら遊びに来てくださると嬉しいです。チケットで予約ができますので、概要欄から。よければお願いします。今波もこれしてるカノンと同じことした方がいいかな。あーしたんや。え、行こう行こう行こう。概要欄パーマーカーカー何それ。概要欄どこどこにカノンが乗っけるやろと思ってこんなとこ乗っけれへんやろいっぱい出しまくろこうやって何これ何これ。はい、バウンス掘り下げ会でした。次回もお楽しみに。当たれた。バイバイ。さよなら。バイバイ。バイバーイ。